わかった。見てみよう。銃弾の用意を忘れるなよ。何か武器。あ、まあ、豊富な武器とかが売ってる。武器に、ん？なんだこれ？ビッグボーイ。ビッグボーイ。高い。13,783 キャップもする。はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4 DLC 第、第、何弾だっけ ?3 弾か2弾だった、ファーハーバー続きやっていきます。動画外で、かなり進めました。ファーハーバーのストーリー。あ、ストーリーというか、ディーマに関するストーリーと関係のないストーリーを進めました。そしてクラフトとかも相当進めました。でクラフトをやりまくった結果レベルが54ぐらいになりました。そしてファーハーバーのいろんなロケーションも発見しました。ちょっと忘れずに全部説明しきれるかわからないけど説明していこう。そして今のこれがロングフェローの山小屋です。どこが山小屋かってところだけど、まあ、こんな感じでコンクリで居住者用のでっかい建物を今まだ作ってる途中でございます。でガービーさんの格言も書いておいたりして、そして最もいくつか導入したのでそれの説明もしないと。今なんか会話の字幕に変なっていうか枠があったんだけど、まあ、こういう風になって、そして一番変わったのがこの会話の選択肢、縦に並んでちょっと分かりづらくなったなって感じがするんだけど、これは主に今コンパニオンとの会話はあんまり意味がないけど、主に重要人物とかの会話で、あの肯定だとか否定だとかって選択肢に出るんだけど、ちょっとその肯定否定だと主人公が一体何を言い始めるのか分かったもんじゃないので、このモッドによって、主人公が次のセリフで何を喋るのかを的確に表示してくれるという素晴らしいモッドです。これで会話の誤爆が少なくなる。そして、UI をなんと日本語化してくれるモッドも出たので、またこの所持品とかの武器の右にあるダメージだとかレートだとか射程、命中、重力、価格がちゃんと日本語で表示されるようになりました。とまあ今回導入したモッドはそんな感じかな。あともう一つ、そうだ、ファーハーバーの街と山小屋のちょっと接続が悪かったので、こういう道を作ってくれちゃいますよというモッドを入れました。まあ、これでファーハーバーの街とロングフェローの山小屋の行き来が楽になると。そしてファーハーバーの人々が抱えていた悩み事はもうみんな解決しちゃいました。まあ、なのでこの島に残ってるクエストは残るところをもう本当にディーマに関するクエストしかないというわけで、その他のクエストはもう全て全カットです、まあ、あまりグダグダやっても仕方がないのでやっていこう。で武器の方もね、ちょっと連邦を行き来したりして強いものをたくさん、ニックが落下した強いものをたくさん手に入れました。例えばこれ、多分これ近接武器で最強かと思います。なんかなんだろう、小型チェーンソー的な武器で、まあ、こんな風な変な動きできるんだけど、本来の使い方はこんなんじゃなくて、ボタンを押し続けるとこんな感じに動いて、このまま敵に近づいていくとガリ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 っと敵をミンチにできるという素晴らしい武器。そして多分これも最強のハンドガン、デリバラーという変わった武器なんだけど、これ一体何がすごいのかというと、例えばバッツしてみて右下見てもらえれば分かると思うんだけど、スタミナが全然消費しません、このハンドガン。なので、おまけにバッツの命中率も高いので、かなり使い勝手のいいハンドガンというわけでございます。そんぐらいかな。でこれはファーハーバーが追加されてから新しい弾薬の名称が追加されて、4570弾を使って撃つレバーアクションライフル。
とまあちょっと全部説明しきれてるかわからないけど、まあ本当に動画外でかなり進めておりました。そして前回手に入れたこのパワーアーマーなんだ、パワーアーマーだけど、レベルが上がったことに伴ってパークもどんどん解放したことによって、すごい火力ね。はい、火力というかまあアーマーをめちゃくちゃ強化して、全て最大のビームモデルになってます。で、ちょっと履いてみよう。あ、この帽子はなんだっけな、この帽子はなんかの能力が上がるやつだったはず。ジェットパックがついたので、どうだったっけな、こうと、こんな風になんとね、まあ無限ではないけど浮くことができると。ただこれコアを結構多めに消費するので、あまり使い放題使わない方がいいといった感じかな。さあ、じゃあ説明はこんなところにして、今回は何をやっていこうかな。今これ途中なんだっけか。何かが途中だったはず。これだ、ハーバーグランドホテルだ。ハーバーグランドホテルの周りを制圧したから、今度ここの内部に入っていく必要があるんだ。ここ行ってみよう。あ、まだスーパーミュータント復活してるっていうか、そこにいる。くらえ。ちょっとそんなに効かない。おっと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 。そい。ほい。レバーアクションをくれ。だがちょっと体力が多いな。リフォルバー。あ、パレットも復活しちゃってる。ちょっとこれちゃちゃっと片付けちゃおう。そっから入れるのか。あと1体まだどっかにいるっぽいんだが。ん？あれ？ん？伝説か。伝説なのになんでそんなとこいるんだ？さあ、たっぷり当てれる。クリティカル。と時間がかかるけど、バッチでゆっくり当てて、これほんとスタミナをね、20% ぐらい軽減するんだけど、またクリティカルが使える。でも変異した。何使おう。ビッグボーイ、ビッグボーイはやめとこう。オッケー。ん？まだいる？ん？あれ？まだいた。そい。待って、肉を回収できなかった。血統者のレーザーアーマー。さて、じゃあフュージョンコア半分ぐらい消費した。中入ろう。ん？あ、これは改造して今ライトがボルトボーになってんのか。入ろう。ライト改造したせいでこれボルトボーになっちゃってるな。ちょっと見づらい。だからつけないとちょっと暗いな。さあ、うなんでもない。まだいる？誰もいない。スーパーミュータントもなんかもう同じことしか言わないな。あ、ちょっとライト見づらい。そう、勘違い勘違い。いた。こんなところに核発射キーなんて物騒なものがある。ゲイ。あ、スレッジハンマー。おっと、ちょっとスレッジハンマー重たいから捨てたい。お、外に出ちゃうのか。見づらい。ライトはちょっと改造し直しとこう。あ、いた。そんなあなたにはこちら。殺
これでね、敵にノックバックしまくるからね、攻撃できないというね、なんという下水武器でしょう、これは。どこにいるんだ、もう一体。こっち行くか。あ、上の階があるのね。結構広い。あ、いた。はーい。あ、減らないな。減らないけど、減るね。やっぱり減るな。強い、これ。これね、弾の貯金にも最適だ、これ。こっちも出口か。あれ、ニックだな。目的地は向こうの方か。戦前の丘ね。こっちはもうなんもない。お、モングレル会場。やった。オッケー。地下、あ、違うな。こっちになんか穴が開いてるけど。おっと。ん？キーパッド？キーパッド？そういえばなんか数字について聞いてたな、誰かから。あ、隠し扉があるというわけですか。あ、なんか落ちてる。ん？今のテープだな。フラニーへ。これだ。フラニー、私だ。グランドにいる。私たちのスイートに485130、それがセーフルームの鍵だ。彼らが爆弾に備えて作った部屋だ。フラニー、急いで来てくれ。その奴らがいつ来るかわからない。急な脱出が必要な時のためにボートを用意した。私はもうこれ以上核戦争なんかに関わりたくないんだ。もう決めたんだ。そして誰にも私の潜水艦を使って世界を爆破させはしない。頼む、フラニー、そばに来てくれ。これで終わりなら一緒に進もうぞ。ここに二人の死体があるんだけど、なんだろう。今の人たちなのかな。で、番号を聞いて、ここにターミナルがあるわけなんだが、ちょっとその前に、もう他に部屋は、特にないのかな。うん、終わりだね。ボルトランチボックス。開けちゃおう。お滞在ありがとうございました。核発射器を見つけたことになるのか。請求書。エラーしてるけど。ん？なんだあれ？え？ 1187万6432。それは無理な話だ。テープ。ちょっと、私の見えるところに手を出しておいて。さて、鍵はどこ？テープ取り出しちゃった。ちょっと今の取り出したやつ聞いてみよう。あった、これだ。ちょっともう一回しっかり聞いておこう。ちょっと、私の見えるところに手を出しておいて。さて、鍵はどこ？フラニー、銃を下ろしてくれ。一体何をやろうとしてるんだ。仕事よ。あんたが私にあの鍵をくれたら、私は金を払ってもらえる。金？世界はもう終わりだ。お前は本気で。好きなだけ叫んで、兄。みんな避難してる。あんたと私だけなの。さて、集中して。鍵はどこ？地獄で鎖に果てろ。一日中やってられるのよ、兄。わかった。今更どうなるって言うんだ。ボートの上だ。フリンジコーブドックスの組み合わせ番号は446752だ。
そんなに難しかった？いい。さよならキャプテン。さてこいつを解放するのは一体どこ？悪いなフラニー。行かせはしない。二人一緒だ。すごい、鍵のありかを聞くためにバンバン銃で撃ってたけど、最終的にはキャプテンもやり返してでこうなってるってことか。発射機はフリンジコーブドックスにあるボートに隠されている。金庫の番号は446-7512。遠いな。遠いし、ここ発見したことないな。この辺から行ける。一回外出よう。で、ちょっとこれ一回帰ってライトを直してこよう。これ見づらいから。ヘッドライトは普通のヘッドランプでいいだ。ヘッドランプにして、オッケー。修理で、あ、修理できるな。修理しちゃおう。修理 OK。 よし。なんか山小屋に戻ってきたら住民がここに集まってて、同じ方向を見ててすげえ不気味なんだけど。よし。それじゃあ左下のフリンジコーブドックスを目指して、ブルックスヘッド灯台、動画外で発見したロケーションから行こう。さてと、うん、こっちだね。なんだこれ、樹液のバケツ。暗いな。じゃあ向こうを目指していこう。これね、ジェットバッグ使ってもね距離を稼げるわけじゃないし、無限じゃないから、まあ歩いていこう。これか。敵は引っかかんないな。ちょっとね、水に入るとパワーハマー動きが遅いから。おっ、これでちょっとジャンプしちゃおう。よいしょ。あ、足りないよいしょ。で、おっと、マイアラークがいるよ。 OK。核の発射コードだっけな。それ系のものここにあんのか。あれは箱前アラク。グールがいそう。マヤラク。ニックが襲われてる。からバンバン撃てるなこれ。ああ、硬い硬い。どれにしようかな。これだ。硬いよ。 OK。 この船の中か。さ、ボートの中って言ってたけど、おそらくこの船。テープ、これっぽい。決してボートではない。お、この中かな。なんかありそう。お金、お金。この上か。詰まった詰まった。あー、でフュージョンコアが切れちゃうな。交換しよう。新しいの入れて OK。 で、そろそろ夜明けか。
ん？あ、あそこか。船の中から落っこちてる。ちょっと一回脱いで。あ、この船か。待てよ。ちょっと泳ぎはあまり得意じゃないんだけど。これか。ほうほうほう。バボン。あ、各発射機あった。おお、これがか。丸い鍵。オッケー。各発射機、ちょっと待てよ。各発射機について上級調剤司祭と話す。これは、そのニュークリアス。どこだっけな。ここか。ここにいた、あの、なんか、でかい声で話してた人。各発射機についてディーマンを追求する。発射キーを使ってニュークリアスを破壊する。ニュークリアスを破壊するってことは、チルドレン・オブ・アトムたちを滅ぼすってことか。どうしようかな。上級調剤司祭と話すってのがあるんだけど、話したことない、ちょっとどんな人物かもよくわかんないけど、調剤司祭と話、お話に行こうか。ニュークリアス行こう。ん？アングラ？うん、すぐに行こう、ニュークリアス。ニュークリアス。さてと、上級調剤司祭はこの前この上にいたんだけど、この中にいる？これは違うクエストだし、仕事はまた今度ね。司祭？おった。ん？この人上級調剤司祭なわけだけど、なんか光ってんだけど。え？発射ターミナル？待って、これ押しちゃったら、自分もろとも爆発するんじゃないの、ここ。その前にお話しようよ。新たな回収者のことは聞いている。ようこそ。アトムに選ばれた気分はどうだ？共振者たちに囲まれているようだ。許容範囲を超えた放射線量だ。それは間違いない。うん、間違いない。許容範囲を超えた放射線量だ。それは間違いない。ああ、アトムの祝福を持たぬものか。問題ない。多くの同胞もお前と同じだ。ちょっと話題を変えさせてくれ。聞きたいことがある。ファーハーバーにいたんだろう？つまり、アトムの聖なる霧に対する防壁のことは知っているはずだ。あそこの住人は不敬にも彼の土地を明け渡そうとしない。君だったらあのような場所にどう対処する？俺だったら彼らの元に行き和平を結ぼうとするかな。我々が何もやっていないと思っているのか？和平こそがみんなにとっての利益になると思うが、この島をこれ以上危険な場所にすべきではない。私の前任者はファーハーバーが異端信仰の砦を築き上げている間も粘り強く和平を求め続けた。我々は彼らを助けようとしたのだ。彼らにアトムの光をもたらすために多くの同胞が死んでいった。だが今は私が上級調剤司祭だ。もう時間切れだ。ファーハーバーが貴重なコンデンサーの後ろに隠れようとも、古代のロボットが我々の故郷に記憶を隠していようとも、アトムの敵はアトムこそがこの島唯一の支配者であると知ることになるだろう。ただそのためには我々が統一を果たさねばならない。アトムはチルドレンの献身を必要としている。それを受け入れさえすればうまくやっていけるはずだ。それで他に必要なものは？これはアトムの側につくか、ファーハーバーの住民側につくか
和平を目指すかのどれかが。ちょっと今は特にない。今は特にない。アトムは常に君を見ている。お前を見ている。ちょっとね、聞きたいことは他にあるんですがな。話そう。上級調剤司祭、こんにちは。何か聞きたいことでも。あれ、核について。これか。これを見つけた。グランドジーロットにここに届けるべきだと言われた。これは母だ。ささやき声は本物だったのか。あ、これはちょっと別のアイテムだな。像を見せて。そうだ、潜水艦の核発射キーについて聞きたかった。潜水艦の核発射キーについて聞きたかった。分解への鍵だ。手首を軽く動かすだけでアトムと再会できる。強力な力を秘めているが、大昔に失われてしまった。何を知りたかったんだ。鍵があったら分解をもたらすために核を発射するか。鍵があったら分解をもたらすために核を発射するか。私もそのことを自分に何度も問いかけてきた。無数の新世界へと一瞬で生まれ変わること、これ以上に重要な贈り物はない。だがこの土地がある。アトムの王国だ。我々にはこの場所に対する責任がある。それを放棄するなど、アトムが与えてくれたもの全てに対する侮辱だ。大規模な分解は我々がたどるべき道ではない。鍵を探しているのか。鍵を探しているのか。希望を抱いていたこともあった。だが何年も成果も得られず、我々はそれをおぼし飯だと考えた。なんか会話噛み合ってなくないか。遺物を授けたいと考えていたならそうしていたはずだ。会話が噛み合っていないような気がするんだが、核を使用するという姿勢を考え直すべきだ。核を使用するという姿勢を考え直すべきだ。そうしたいのか。なぜだ。ああ、赤い赤い。赤いぞ。どれにしようかな。機能する原子力潜水艦はどこにでもあるわけじゃない。なんだ、何か見えるのか。 Y だな。調剤司祭、よく考えてくれ。アトムへの進行を証明する最善の方法は大分解のはずだ。それこそが重要なことじゃないのか。違う。あ、成功。その通りだ。分解による真の献身だが、鍵がなければどうすることもできない。鍵のことはこの人たちには黙っておくか。別に気にしなくていい。アトムの導きあれ。出た。どうしようかな。あ、でも上級調剤司祭と話すにチェックが入ってないな。もうちょっとお話ししようか。失礼。上級調剤司祭。これでちょっとなんか選択肢ミスってじゃあ核発射しようぜってなったらちょっと大変なんだよな。セーブしよう。A。 これ以上待つ必要はない。鍵は手に入った。これで分解をもたらせる。それをずっと持っていたのか。これはすべて神が与えし試練だったのか。ではこれ以上我々の再会を待つのはやめにしよう。信者たちと話をしよう。発射制御装置はあそこだ。分解を実現する時が来たぞ。破壊していいのかな。もしかして彼らはこれファハバーに使うんだろうと思い込んでる。
各発射機についてディーマを追求する。ちょっとニュークリアス破壊する前にディーマともちょっとお話しするべきだな。じゃあ今回ここまでにしようかな。各発射機という、まあ、とてつもない力を手に入れてしまったけど、その辺、ディーマの曖昧な記憶からもいろいろ話を、あ、上級調査司祭がここに行った。ちょっとディーマとも話する必要があるから、次回は、一旦、アカディアに戻ってディーマと話しよう。それじゃあ今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。